鹿島鹿島、ローマ字、JS 鹿島、マ TV、TV-3508 は、海上自衛隊の練習艦。艦名は、鹿島神宮に由来し、旧海軍の戦艦、鹿島、練習艦、鹿島に続き、日本の艦艇としては三代目。同系艦はない。練習艦、か、鳥を更新する練習艦として建造された。戦体は、か鳥と比較し、 朝鮮首労型と呼ばれる全部から中部にかけ一層、追加したような船型で、幅は広く、逆に、環境構造物は低くなっており、還元の高さが、ひときわ強調されたような外観となっている。環境、CIC、機関制御室などは実習院の上管を考慮し、護衛艦等と比較し、広く設計されている。教育訓練設備として、候補生170名を、 収容可能な実習員行動が備えられている。実習員行動の後部にはヘリコプター艦板としても使用できる訓練艦板があり、レセプション会場としても使用できるよう引き込み、格納式の天幕が備えられている。後部に配置された訓練艦板兼ヘリコプター艦板は中部艦板よりも低く、両艦板はオランダ坂と称されたような傾斜でつなげられている。 兵装は、全艦班の62口径76ミリ速射砲1機、及び、両弦の68式3連装単魚雷発射艦2機のみと、か、鳥と比較しても、限定的であり、対空、対艦ミサイル及びアスロックの発射訓練は、CIC 内のシミュレーターによって行われ、実際の発射機操作を伴う訓練に際しては、随伴の護衛艦への異常を必要とする。 機関は近年の傾向を踏まえ、カトリの蒸気タービンからガスタービンとディーゼルの複合機関へと変更され、機関配置も高換性より実習効率を重視したものとなっている。練習艦隊の機関として、毎年遠洋航海で諸外国を訪問するため、練習艦特有の装備として、霊法を環境全部に二問有している。艦内各公室は一般の艦艇より、 日本国の顔として公式儀礼を行うのにふさわしい内装上の配慮がなされており、か、鳥同様を特別公室を設置している。特別公室は国家元主級の来賓を想定した内装となっており、か、鳥のものよりグレードが向上している。搭載艇に関しても通常の11メートル作業艇2隻に加え13メートル召喚艇1隻を装備している。召喚艇は か取り搭載点が低速であったことに対する反省を踏まえ、速力向上が図られている。設計段階より、女性実習幹部の上官が考慮されており、女性専用の居住区が設けられている。鹿島は、中期防衛力整備計画、平成3年度、平成7年度に基づき、当初平成3年度で計画されていたが、湾岸戦争協力金拠出のため1年遅れ、 平成4年度計画4000トン型練習艦3502号艦として、日立造船舞鶴工場で1993年4月20日に寄港され、1994年2月23日に浸水、1995年1月26日に収益し、練習艦隊に編入し、暮れに配備された。1994年に遠洋練習航海では、護衛艦、 長月が、霊法の装備等を施し練習艦隊の機関として行動した。1995年から練習艦隊の機関として、遠洋練習公海に参加する。5月22日に護衛艦、瀬戸きと共に、女性13名を含む実習艦部140名を乗せて、東京晴海ふ頭を出港し、西回り世界一周遠洋公海が行われた。5月25日、 補給艦、時はからの洋上給与を行い、6月3日にシンガポール帰港後、6月12日午前9時15分頃、清論島の南方41海里のインド洋上で、実習の男性三等海里が前夜から行方不明となり、インド、アメリカ海軍の協力を得て捜索されたが発見に至らず、死亡認定された。その後ムンバイ、アレクサンドリア、イスタンブールに帰港し、 7月14日に旧海軍含めた日本艦として初めて国海に到達した。7月16日から地中海にて米海軍巡洋艦9式と共同訓練を実施し、大西洋到達後、7月25日に英海軍空母イラストリアスと親善訓練を実施した。フランス、ドイツを回り、8月6日にドイツ海軍フリゲート、 ブレーメント、親善訓練を実施。8月14日に、リスボンに寄港し、米海軍駆逐艦、コノリー、フリゲート、シンプソンと、親善訓練を実施。ノーフォーク海軍基地、クリストバル、パナマ運河、バルボア、パナマ、ロッドマン米軍基地を回り、9月26日に、米海軍給油艦、ティッペカノーと、洋上補給訓練を実施後、9月27日に、 サンディエゴ海軍基地に寄港。10月8日に、新珠湾に寄港。10月20日に、再び補給艦、時ワより、洋上給油を受けた後、10月26日に、東京晴海ふ頭に寄港。157日間で10カ国12港に寄港し、約2万8000を航行した。1996年4月19日、護衛艦、ワユキと共に、 婦人自衛官8名を含む実習幹部139名を乗せて東京ハル海フ島を出港し東南アジア、オセアニア方面遠用練習公海に従事した。バンコク、シンガポール、ジャカルタ、ポートモレスビー、シドニー、メルボルン、アディレード、ウェリントン、スバ、シンジュ十ン、グアム自衛官初の宝冠としてフザ山に寄港。9カ国12校を寄港した。 9月10日に東京に帰島した。1998年4月20日、護衛艦、沢霧と共に実習幹部160名を乗せて、東京晴海府頭出港後、南北アメリカ方面に遠洋練習公会に従事した。9月11日に東京に帰島した。145日間で8カ国13港に帰港し、総工程3万1800海里に及んだ。 1999年4月26日から9月14日、護衛館は、マギりと、遠洋公開を実施。2000年の遠洋練習公開では、4月13日に、護衛館、夕霧と共に、東京出港後、西回り世界一集公開を行った。途中、アメリカ独立記念日を祝う、洋上式典に参加するために訪れていたニューヨークの校内において、 クイーンエリザベス2号に接触されたが、大きな被害はなく、同船船長の代理で謝罪に訪れた乗組員の機関長と一等航海士に対し、当時の練習艦隊司令官の吉川栄二、解消法は、幸い損傷も軽かったし、別段気にしておりません。それよりも、女王陛下に、キスされて光栄に思っておりますと、ィットに飛んだコメントを返し、テレグラフ紙や、 イブニングスタンダード紙でも報道され語り草となっている。9月8日に東京に帰稿した。2001年3月20日から4月10日、護衛館、山霧と共に、第51期一般幹部候補生家庭、終了初任幹部計150名を乗せて、近海練習公海枝内、神戸、蕎麦、大港、横須賀を実施。4月20日から9月10日、山霧と、 遠洋公開を実施した。2002年4月22日、護衛艦松行、練習艦島行を率いて、東京出港後、北中米方面に遠洋練習公開に従事し、アメリカ、カナダ、メキシコ、パナマ、ドミニカ、グアテマラの6カ国10機構地を歴訪した。2005年3月19日より、第55期一般幹部候補生家庭卒業生、 近海練習公会に従事した。護衛艦、村雨、夕霧と共に、神戸、四日市、大港、横須賀を回り、東京に入港した。その後、護衛艦、村雨、夕霧の両艦と共に、世界一周公会に出発し、途中、トラファルガーの開戦200周年、記念国際観観式に臨んでいる。2006年3月21日、 第56期一般幹部候補生家庭卒業生、近海練習公開に従事するため、護衛艦、天切練習艦、山切りと共に、枝打ちを出港。大阪、名古屋、大港、横須賀、東京に寄港後、北米遠洋練習公開として、アンカレッジ、エスカイモルト、マンサニオ、パナマ、サントドミンゴ、ボルティモア、タンパ、ガルベストン、プエルト、コルテス、 パナマ、サンディエゴ海軍基地、新珠湾と寄港した。9月5日に、東京へ寄港した。2008年1月23日、練習艦、島、雪、朝霧、護衛艦、海霧と共に、近海練習航海十字のため、第58期一般幹部候補生課程修了者等を、約190名を分譲させて、暮基地を出港し、名古屋、カツ中城、佐世保、 マイズルを回り2月22日に、呉れ基地を祈祷した。4月10日には、近海練習公開部隊と実習幹部175名と、共に、東京晴海ふ頭出港後東回り世界一周、練習公開に従事した。4月17日、補給艦ドアダから給油後、4月23日に、ミッドウェー沖で、養生慰霊祭を実施した。4月27日から、 真珠湾にて、米海軍駆逐艦、チャンイコールフーと巡洋艦、レークシャンプレーンと新前連を実施。5月8日に、サンディエゴ海軍基地、5月21日に、バルボアに寄港し、5月26日に、カリブ海洋上にて、第二機械室にあったベニア板が露出し加熱された、排気管に触れて、火災を起こした。パナマ運河を通過し、リオデジャネロ、サントスにし、 6月21日に行われた日本移民100周年記念式典に参加した。その後もダカール、リューアン、アムステルダム、ポーツマス、ポートサイド、ムンバイに寄港し、その際にインド海軍デリー級駆逐艦、ムンバイ、ククリキューコルベット、キルパンと共に親善訓練を実施。シンガポールに寄港後、9月18日に東京に寄港した。158日間において、 総工程3093回りに及ぶ公開だった。2009年1月22日から2月23日まで、練習館、島、雪、朝霧、山霧、護衛館、夕霧と共に、近海練習公開、その1を実施。3月20日から4月6日、島、雪、夕霧と共に、近海練習公開、その2を実施。四月十六日、 遠洋公開のため、島ゆき、夕霧とともに、実習幹部計百七十名を乗せて、晴海ふ頭を出港。九月八日に帰国した。遠洋練習公開は、毎年約百五十日間の日程で行われており、例えば二千十年の場合、五月二十六日に、東京港、晴海ふ頭から、山霧、沢、ゆきともに出発し、航路を、ハワイ、北米西岸、 メキシコのチアパス、ポルトガル、トルコのメルシン、ジブチにとり、10月28日に帰国している。2012年3月20日、練習艦、島行き、護衛艦、松行きと共に、近海練習公開部隊として、枝打ちを出港。4月15日、道の区湾で墜落した第25航空隊、所属 SH-60J の捜索に参加。 5月22日、遠洋公開のため、島、雪、松雪と共に、ルミフ島を出港。10月22日、遠洋公開を終えて、東京に帰島した。2013年では5月22日から北米、欧州、インド洋、東南アジアの順で、練習公開に出る。8月7日には、ポーランドのグディニャ港に帰港し、同月10日には、白雪、 磯きと共に、両国初となる、海上合同軍事演習を行い、10月30日に、帰国した。2014年3月21日、近海練習公開のため、練習艦、白雪、瀬戸、雪、護衛艦、朝霧とと共に、第64期一般幹部候補生課程終了者、計173名、対留学生1名含む小野せ田内を出港。 5月22日、平成26年度演洋公開のため、瀬戸、雪、朝霧と共に、東京港晴海埠頭を出港。10月24日、演洋公開を終えて、東京に帰国。2015年度の演洋練習公開において、機関カ島率いる練習艦隊は、その歴史に新たな勲章を刻むこととなる。それは、日本国所属の軍艦として、 明治初期から現在までを通じて、つまり近代日本においても史上初となる南米マゼラン海峡を通過に挑戦、無事にこれを達成した。同年の秋には、この記念すべき異業を胸に練習艦隊と将来の国防を支える実習艦部たちは、中南米の各国と友好親善を深め、日本に帰国した。二0十六年三月十九日、練習艦、瀬戸、雪、 護衛艦、朝霧と共に、近海練習公開部隊として、第66期一般幹部候補生家庭修了者193名、内女性19名、対留学生1名、東ティモール留学生1名を乗せ枝打ちを出港。3月21日、大阪港桜島岸壁で一般公開された。5月20日、遠洋練習公開部隊として、横須賀を出港。 世界一周、総工程3万1000回離13カ国16機構地、をして11月4日に、横須賀基地に帰投した。2017年3月18日から5月22日、練習館、山行き、護衛館、春雨と共に、第67期一般幹部候補生課程修了者190名、内体留学生1名をの世近海練習公開を実施。 5月22日、護衛官、春雨と共に、遠洋練習公開のため横須賀を出港した。アメリカ、新庄湾、サンディエゴ、ニューポート、フォートローダデール、アンカレッジ、メキシコ、チアパス、マンサニージョ、キューバ、ハバナ、チリ、バルパライソ、エクアドル、グアヤキル、カナダ、バンクーバー、ロシア連邦、ウラジオストク、韓国、ピョンテクの8カ国。 13機構地を訪問後、同年11月1日に横須賀基地に帰港した。鹿島の設計においては、幹部専門装備課程の第40機一般観光出身者の意見が、最近遠行に行った実習幹部の意見として聞き取られ、以下のような点が反映されている。最初の2項目は、鹿島の繁営を大きく変えることになり、特にオランダ坂は、 以降の護衛艦にも本艦ほど明確ではないが取り入れられている。また 100V 電源系は、その後お墨型輸送艦などでも 115V 系が廃止され採用されるに至っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。